新潟ならではの熱い戦いが繰り広げられました。夏の味覚枝豆の早食い大会が長岡市で開かれ、参加者は誰よりも早く多くと枝豆を頬張っていました。この時だけは味わうのを我慢して一心不乱に口へと運んでいきます。その名も世界枝豆早食い選手権。世界選手権というだけあって海外出身者も参加。枝豆は私は大好きですけど、スリランカは枝豆はありますか？ありましたけど、そんなに食べられないですね。ちょっとフレッシュの枝豆はあまりマーケットで売ってないですね。個人戦と団体戦が開かれるこの大会、100秒間にいかに多くの枝豆を食べられるかで競います。今回は甘みが強く薄皮が特徴の早生品種、長岡産おつな姫が出されました。去年、優勝したんですけど、母も入れてこの2人と母と出たんですけど、今年は母は出なくて3人で。こちらは仲良し姉妹。実は前回と前々回、お母さんを入れた3人1組の団体戦で2連覇を果たしています。しかし今年はお母さんが引退、母の意思を引き継ぎもう一人の娘が加わり3連覇を狙います。ただただ予選を通過してほしいと思ってます。休まず手を動かす、口を動かす、以上。母が見守る中、予選を通過した仲良し姉妹。迎えた決勝戦。次から次へと口へ運ぶ各チーム。仲良し姉妹も負けていません。そして結果発表。優勝は小千谷市出身のマイルドスピード、記録は 300g、 仲良し姉妹は 268g と健闘しましたが、優勝とはなりませんでした。厳しい戦いでしたね、今回は。やっぱりダメでした。イメージちょっとゆっくり1年間かけて考えますね。今年も大きな盛り上がりを見せた枝豆早食い選手権。毎年恒例の熱い戦いは閉幕しましたが、夏の味覚はまだまだ味わえます。